理宿県は、新朝最後の皇帝愛新架倉孚義の裁判年の妻。1925年に、甲州の漢族の家に生まれる。幼くして、両親を亡くし、ママ母のもとで苦労しながら育った。働きながら、夜間の職業学校に通い、看護婦の資格を取得した。この頃最初の結婚、離婚を経験している。一方の婦義は、先般として、 武順の政治犯収容所で収監され思想教育を受けていたが、1959年12月4日に当時の国家主席、劉少奇の出した戦争犯罪人に対する特赦令を受け、12月9日に模範集として特赦された。それから一市民として北京で生活していたが、知人の紹介で儀式券と知り合う。1962年4月に二人は結婚。 二人の結婚には、不義の被護者だった、周恩大首相も祝福した。不義は、家事能力は、愚か一般市民として持ち合わせている常識も、欠落しており、クケンは最初は驚いたが、やがて愛情を感じるようになり、二人の結婚生活は、仲睦まじかったと伝わっている。ちなみに、不義にとって、生涯唯一の恋愛結婚でもあった。1964年にフギは、 周恩来の計らいで、満州族の代表として中国人民、政治協商会議全国委員に選出された。しかし同年に血尿を発症。やがて腎臓癌を患い、生活もままならなくなっていた。当時の中華人民共和国には、文化大革命の嵐が吹き荒れており、新潮皇帝という反革命的な出自の不義の治療を行うことで、 公衛兵に攻撃されることを恐れた多くの病院から入院を拒否されるという屈辱的な経験を味わった。さすがに、これには、州本来も激怒して、北京市内の病院に入院することになった。しかし、ここでも不義が治療を受けていることを知った公衛兵が病院に押しかけて騒いだため、医師たちは彼に治療を施さず放置した。しかしそんな状況でも、李粛は、 手厚い看病を行い、不義も、そんな彼女に恩義を感じていた。だが腎臓がんはすでに末期の状態であり、離縮圏の看病の会もなく1967年10月17日に、不義は、尿毒症も併発し61歳で死去。こうして、二人の結婚生活は5年半で幕を閉じた。なお結婚時、すでに高齢だったこともあり、二人の間に、子女はいない。 不義の死後、兵部隊に登場することはなかった。また独身を通したが、不義の晩年の行動を残すようになった。中国の著名な著作家であるカエイカは、当時母親と李粛賢が親しかったこともあって、彼女にロングインタビューを行い、松大皇帝シリーズと呼ばれる不義の伝記を多く残して、世界的にも有名になった。李自身も著書、我が夫、不義。 ラストエンペラーの妻となってを表し、この本をもとに1986年春には、香港で、下流という不義の晩年を取り扱った映画が上映され、パン本が彼女の役を演じた。1995年には、河北省駅圏にある、新朝の歴代皇帝の両母清志清,清の近くの民間墓地、花、竜王園の経営者が、墓地の知名度を上げるために、 自粛賢に不義の墓を作ることを提案し、自粛賢はこの案に同意。こうして、不義の遺骨は、北京市八宝山人民墓から、同墓地に移された。また、後に不義の墓のそばに、皇后園用と鬼神たんたま都市の墓も作られた。1997年6月9日に肺がんにより、北京で死去。72歳だった。彼女自身は、 北京市八宝山人民墓に葬られている。2004年、遠洋没後の不義の制裁として、愛信格羅家より、皇后に追封され、皇栄敏皇后の死亡が送られた。ありがとうございます。